皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今日も皆さんに興味深い話題をお届けします。今回は、東京都知事選に関するニュースについてお話ししたいと思います。6月12日に参戦を目指して立候補を表明した小池由里子都知事は、自民党の支援について語りました。その背景には、需要かつ興味深い政治の駆け引きが存在しています。本日は、このニュースに関連するお話と私の考えをお伝えします。まず、ニュースの要点ですが、小池と知事は無所属で出馬すると公言していたにもかかかわらず、 らず自民党の支援を得ることが話題になっていますこれに対して野党からは批判の声が上がっており特に蓮舫氏は小池氏自民党という構図で攻撃してくると予想されていますさらに都知事選に関するペーパーが物議を醸しておりその中で蓮舫氏が呼び捨てにされていることが注目されていますこのニュースを受けてまず私は思ったのは政治において言葉の選び方が持つ大きな影響力です特に公職にある人物に対して敬意を示すことは信頼関係の基本であり呼び捨てにすることで生じる感情で 的な対立は政治の本質からはぐれた議論をお招きがちですこの点において、蓮舫氏が呼び捨てされちゃってる、と反応したことはその背景にある敵を置き彫りにしています。しかしながら、注目すべきはそれだけではありません。小池氏は自民党の支援を受けることで、有権者にどのような影響を与えるかについても考えるべきです。記事によれば、小池氏の支援には特別顧問を務める都民ファーストの会だけでなく、公明党や連合東京、国民民主党も含まれ、相当な支援体制が整っています。一方で、蓮舫氏は共 共産党とと社民ののの支援に頼っておりその違いは大きなな勝敗の鍵となるでしょうこの状況を見て、私が感じたポイントは、有権者がどのような視点で投票行動を取るべきかということです。コメント欄にもありましたが、選挙において公約が守られることは少なく、その人が何を実現できるのかが問われるべきです。特に東京都の未来を考えると、短期的な批判ではなく、長期的なビジョンと実績が重視されるべきだと考えます。では、具体的にどうすればいいのでしょうかここで重要なのののは候補者の個々の実績や生産 策だけでなく彼らが直面する課題に対してどれだけ現実的な解決策を示せるかです小池氏の過去の都政運営や蓮舫氏の国会での活動をしっかりと評価しその延長線上で都民にとって最善の選択が何かを考える必要がありますもちろん様々な意見や反論があります例えば蓮舫氏は過去の実績が乏しいのに挑むのは無謀だという意見や小池氏が自民党と手を組むのは裏切りだという声もありますこれらの意見を尊重しつつ私たちはどのような未来を望むのかを真剣に考えるべきです 最後に、このニュースは示す通りーー、都知事選は単なる政治賞ではなく、東京都民一人一人の未来に直結する重要な選択です。皆さんもぜひ、自分の意見を持ち情報をよく調べて投票に臨んでください。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それでは、またお会いしましょう。